どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、これ紹介しようと思うんですけど、スブって読むんですか、これの読み方ちょっと自分分かんないんですけど、スブって読むんですかね。サンダル、スリッパ、冬用のサンダルというかスリッパですね。一応まあ自分のとジェイコさんのと一つずつ買ってみたんですけど、まずね、こういう立派な巾着というか袋に入って、まあ、届いたわけですよ。じゃあ早速ちょっとね、中身見てみましょうか。まあ何に使うかっていうと、やっぱりね、キャンプですよね。キャンプの時に、キャンプってね、テントにね、入ったり出たり入ったりする時に、アウトドア的なこうギュッて縛る靴だとめんどくせんですよね。だからいつもクロックス持っていくんですけど、冬のクロックスちょっと寒いんですよね。で、これですよ。さあ行きましょう。こんにちは、出た出た。おわ、すっげえ、ソール分厚い、ソールが分厚いんですね。なるほど、すぐこんな感じですね。で、中がモハモハでね、しかもソール分厚いんですけど、クッションもすごい分厚いんだ。なるほどね。はい、あ、なるほど、厚みが結構あるぞ。これはあったかそうだわ。うん、で、かかとがまあないちょっとほんのちょっとだけある、へこむからまあスポッていう履いてる感じはあるんですかね。まあスリッポンになるのかな。はい、こんな感じです。一応ね、ジェイコさんは水玉にしたんですけど、これやっぱり袋があんのが持ち運びにいいですよね。クロックスだと自分でね、自前で何か袋探して入れていかなきゃなんなかったのが水玉こんな感じですね。食べられませんが入ってる。はい、こんな感じですよ。まあ見ててもしょうがないんで、ちょっとね、実際キャンプに持ってって実際履いてみてどうなのかっていうのをね、ちょっとやってみましょうか。さあ、ということで冬キャンプにまあ履いてきてるわけですよ。でね、今日マイナス4度なんですけども、まあつま先はそんなに寒くないんですよ。確かにすごいと思います。ただやっぱりかかとがね、まあそれはそうなんですけど、めっちゃ寒いの。テントの中ストーブ焚いてるんですけど、冷気がね、下溜まるじゃないですか。でもかかとが寒くて、だからやっぱり真冬って言ってもね、氷点下になってくると結構きついんじゃないかなっていう気がします。ただつま先は暖かいし、トイレに行くとかなんかちょっとこう歩くとかまったりするっていうのにはすごく良かったですね。あとね、そう、すごくね、ふかふかなんですよ。歩き心地がいいっていうんですかね、履き心地、なんていうのかな、ふかふかなので、なんか足が痛くならないというか、こうペラペラじゃない感じがすごく良かったですね。はい、ということでスブ履いてみたら、真冬ではちょっとかかとが寒かったっていう、そんな感じでした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。